ウクライナとロシアの平和のために今私たちにできること。はじめまして。そしていつも見ていただいている方、この動画を見ていただきましてありがとうございます。今回の動画はウクライナとロシアの平和を願って撮影しています。私はコロナ禍を迎えてから今に至るまで大切な人、そして誰かを救っていることを忘れないために不要不急の外出を控えています。先日、ゼレンスキー大統領の演説を聞いて、ウクライナの人のために私たちができることは何か考えました。答えはすぐに出ました。ウクライナの人は世界中の人に助けを求めています。国や政府ではなく、私たち一人一人に助けを求めています。私は国際社会やこの動画を見てくれているあなたの心を動かす動画を、作ろうと決めました。私はこの動画を通して一人でも多くの人にウクライナのために行動を起こしてほしいと心から願っています。これからウクライナとロシアの人が戦争で苦しんでいるのを簡潔にお話しします。ロシアの侵略で最初に胸を痛めたのは、2月27日、マリウポリでロシア軍によって重傷を負った、6歳の女の子が亡くなった話です。幼い命が戦争で失われるのはあってはならないことです。これから長い人生が彼女を待っているのに、戦争によって途絶えてしまったことがすごく苦しかったです。3月29日にも幼い男の子がマリウポリで戦争に巻き込まれて負傷し、ザポリージャの病院に運ばれました。男の子はベッドの上から看護師にパパはどこ?と問いかけました。男の子の父親は同じ病院で手当てを受けています。男の子も父親も良くなって再び会えることを心から願いたいです。この話が私の心を大きく動かしました。ウクライナの人だけではなくロシアの人にも同様に苦しんでいます。3月5日、徴集制にて徴集されたロシアの若者が事情も知らずにウクライナの戦地に、駆り出され捕虜になりました。そんな中、ウクライナの人は彼に優しい手を差し伸べました。ある女性は携帯電話を取り出して彼の母親に連絡して捕虜の彼は涙を流しました。どのロシア兵も、演習としてウクライナに来たと言っております。ロシアの人にも、両親、妻、子供と家族がいます。このアンジェリーカーさんは、夫がロシアにて戦死し、とても悲しんでいます。彼女と同じように、ロシア各地で、大勢の人が大切な人を失って悲しんでいます。誰もが戦争を望んではいません。戦争を望むのは上層部のお偉いさんだけです。ウクライナの人にもロシアの人にもお互いのことを知ってほしい。特にロシアの人は真実を知ってしっかり向き合ってほしい。あなたの大切な人を戦地に送り出さないでほしい。誰かの大切な人を奪わないでほしい。私の仕事になりますが、昨日ベトナムの子が私の仕事を手伝ってくれました。いつもはなんかそのようなことはないんですが、昨日なんか珍しく、なんか私結構仕事が遅れていて大変な思いしていて、彼が助けてくれたこと、すごく嬉しかったです。で、その日本人の私と、
ベトナムのカレーは、国が違いますが、やっぱ一緒に仕事しております。ウクライナの人と、ロシアの人が、なんか戦争やってるって思うと、すごく、悲しかったです。私と、なんか彼みたいに国は違っても、なんか一緒にね、なんか仕事したり、仲良くしたりっていうことがね、できないのかなって、すごく思いました。私はコロナ禍を迎えて2年、外にお出かけすることなく家で過ごしてきました。買い物や病院に行く以外は、一人暮らしの部屋と会社の往復をする毎日を過ごしています。アフターコロナを迎えるまで、私の意識ある行動が大切な人、そして誰かを救っていることを忘れずにいたいからです。私たちの生活のために、医療従事者の方をはじめとする、自らのリスクを冒して最前線で働いている方々に感謝する気持ちを大切にしています。そんな中、ウクライナでは今この瞬間もたくさんの人が戦争によって苦しい思いをしています。そしてこの瞬間もたくさんの人の命が失われています。ザポリージャの病院で治療を受けている男の子のニュースを見たとき、私は一つ決心しました。彼と同じように、たくさんの子供たちが苦しんでいるのに違いない。一人でも多くの人が救われるならと願って、私はコロナ禍を迎えて、家で過ごした2年間で貯めた100万円を今使うべきだと確信して、このお金をユニセフを通して寄付させていただきました。本当に、寄付してます。この動画に対する思いと、一日でも早い世界平和願って寄付しました。今までしてきた私の意識ある行動によって、一人でも多くの人が救われるなら、躊躇しませんでした。ウクライナとロシアの戦争が一日でも早く終わるように、世界平和を願って、一つだけ言わせてください。出会うべき人へ、あなたと共に歩む明るい未来のために、素がお金でしたが、少しだけ寄り道させていただきました。僕はこれからも身近にいる人のために、見知らぬ誰かのために、そしてあなたのことを思って、どこにもお出かけすることなく家で過ごします。それがあなたと出会う奇跡になるのを信じているからです。大切なのは気持ちです。一日でも早く戦争が終わってほしい。世界平和を望むなら、ウクライナを支援する募金箱に1円でも入れてほしい。一人の力は些細なものですが、たくさんの人が集まれば大きな力になります。世界中の人が力を合わせれば、ウクライナを助けることができる。そして戦争は終わります。ツイッターやデモで戦争反対と行動、じゃ、言動することは簡単です。私の動画をきっかけに行動を起こしてください。最後に、ウクライナ料理のボルシチとロシア料理のピロシキを一緒に食べて終わりにしたいと思います。私たち世界中の人がウクライナとロシアの平和を好きだと発信することが、世界平和を願うことにつながります。作り方はおいおい載せます。
皆さんも2つの料理を使って SNS に上げて世界平和を訴えてください。ウクライナに寄付をする、その2つを皆さんにもしてほしい。何卒よろしくお願いします。これなんですが、ボルシチとピロシキをね、ミックスしました。ね、シャレオツ風ボルシチ&ピロシキ。名付けて、ピースでシャレオツってことでね、これ、ウクライナのね、チャリティーのね、ビールです。私、ビール飲む趣味がないんで、昨日これをね、スーパーに、ね、でね、これだけを買いに行くためにスーパー行ってきます。じゃあちょっと開けたいなと思います。おし、グラスにね、注いでいきたいとなと思います。あんま私、ビールを注ぐことは苦手で。うまくいきませんね。これ練習いるやつだったか。ちょっと泡がすごいことになっちゃいましたけど。さ、じゃあ、改めてね、乾杯したいなと思います。世界平和を願って、シャラッツー。もうビール飲みたい。いやですね。じゃあ、ね、ボルシチ、ピースでシャレオツ食べていきたいなと思います。ね。ボルシチの中にピロシキが入ってて、ね。こうやって、ピロシキのパンをね、ボルシチのスープで出す。いや、本当に美味しいです。多分。ね、私、給食でね、パンとスープがあると、絶対にパンの中にスープつけて食べるんですけど、よし、食べよう。いただきます。あ、美味しそうだな。美味しいですね。ボルシチの、ね、やっぱ、スープの味が、ピロシキにね、の、生地にしっかり染み込んでて、ね、すごく美味しいです。でも、なんでこんな、ね、二国の料理は美味しいのに、一緒に食べると美味しいのに、ね、戦争が行われてんだろうって、すごく 悲しいです。よっしゃ。こうやって、ウクライナとロシアの人が一緒にボルシキ食べて、とピロシキを食べてね、世界平和の、ね、お互いの国のね、ものを一緒に食べるっていうことでね、戦争をね、一日でも早く終わってほしいなんだ。で、願ってほしいものです。特にロシアの人に言いたい。ああ、うまい。おいしい。早く終わってほしいな。戦争なんで、誰も得しないです。すごくおいしい。なんで戦争なんてするんだろうって。これ、スプーンないとダメですから、ちょっとスプーンも使って投げていきたいなと思います。ね、ピロシキの中に入ってるね、種がね、ちょっとこぼれて、ボルシチとね、合わさるのもすごく美味しい。また美味しいなって。ちょっと犬食いみたいになるのやめよう。美味しい。本当にもったいないですね。こんなに一緒に食べたら美味しいのに。その、
ね、ウクライナとロシアが今戦争してるなって。よし、ビールちょっと飲む。ああ、わかんない。ビールの飲み方あんまよくわかんないですけど、ついでいきたいなと。泡を育てるんですよね、こうやってグラスの縁に入れて。うまくいかないです。でもビールはきたいな。私ちょっと精神年齢が子供すぎるんで、あんま。よいしょよいしょ。本当にこうやって一緒に食べるとすごい美味しいなって思いました。ね、このボルシチもピロシキもね、一つずつ味わって食べたんですけど、やっぱ一緒に食べる方がすごい断然美味しいですね。ああ美味しいね。なんか悩むんですよ。そのピロシキをボルシチの中につけて食べると、いや、ロシアがウクライナに侵略してるってことになっちゃうんで、あ、良くないなって。だからこのようにね、なんか2つのやつを合わせても食べるのが一番いいなって。俺すごい染み込んでんじゃないですか。で、ボルシチのスープがピロシキにでね、ほんとにこれすごく美味しい。やっぱコロナ禍で、やっぱ困っている生産者の方から、ね、買ったものをね、すごい活かされています。その、北海道の石狩市の山本さんと、同じく北海道の川上郡の、天淵町のね、高橋さん。あと茨城県の長塚さん、そして広島県大崎上島の西田さん、もう西田さんのね、人柄のね、良さがね、すごい出てるね、美味しいボルシチになりました。本当に西田さんすごい優しいんでね、本当に感謝でしかないですね。これがね、やっぱ世界平和にね、つながってほしいなって思って、私は今日こうしてね、赤いねやつをかぶらずにねやっております。この撮影はここまでとさせていただきます。一日でも早いね、戦争が終わって世界平和が訪れますように、ね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。